何時まで。ああ、忘れた。ああ、もう。ハウス、続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、残すところ、エンディングは多分、あと一つなのかな？ここのハテナが埋まれば、とりあえずは全部達成だと思うんですけど、それ以外にも、トロフィー、実績的な部分はまだまだあるようですが、前回やらなかったこれをじゃあやってみましょう。これでどうやら妹が主人公となるお話に行けるみたいなんですけど、ああ、詳しいお話は見ておりませんので、まずはそこまで行ってみましょう。あの後もっと考えてみたのね。自由を手放したらもうここには戻れない。本当に覚悟はできたのね。覚悟はできてる。で、ああ、何それ。あ、噛まれた？これで、あれ？タイトル画面に帰ってきた？あ、完全にタイトル画面で妹の感じになるんだね。起きる。さあ、こっからはちょっと攻略とかはまだ一旦見てない状態なので、まずはちょっと初見の感じでやってみようじゃないの。何これ。あれ、こっちもなんかいっぱいあんの？起きている。私は今日目を覚ました。まるで何ヶ月も眠っていたような感じがした。ずっと長い夢の中に。で、読む。置いたりはできない。隠れる？あら、アクションがちょっと違う。時間の経過もちょっと遅い。え、 AM1 時で真夜中ってことか。なんか歪んでますけど、日記だけとりあえず今持ってて。あれ、ここはお姉ちゃんの部屋じゃないの？近づいて大丈夫？あ、大丈夫やった。本当にメルなの？ね、ゲームでもしない？何こいつ。いやー、誰こいつ。気が変わったの？ねえねえねえ、お願い。はい、よし、じゃあ目を閉じて。覗き見禁止。かくれんぼかい。何これ、全然またもう一つのゲームが始まりだしてる感じ。これ思いっきり握る。あ、あ、何？アヒルちゃんにやられましたけど、あれ、こんな感じでもう一本ゲームあるみたいな感じなんかな。やっとみんなの目が覚めたみたい。そんなの無意味じゃない？もうこれ以上続けてもどうせおしまいでしょ。旅だってここに私たちを置き去りにした。こんなの頑張っても無意味。妹は妹で夢の中でループし続けてるってことなんかな。おはよう。何回死んだとかそういうのは別にないな。操作方法は基本似たような感じ。これも拾わん方がええってことやんな、じゃあ。あら、結構むずいかも。目を覚ましたんだね。やっと休める。今から遊ぼうよメロディー、まあ、とりあえずこいつのかくれんぼ的なのは多分なんか見つけたらなりそうやけど、俺が隠れんのか。いや、ちゃうよな。いや、その可能性もある。ここは開かねえ、触れねえ。倒れてますよ。あ、あなた？なんもならん。
なんかいるやん絶対。ああ。何？なんかまた、うわー暗っ。あっちの世界とは違うね。あ、喋れる。なあ、おじゅうちゃん、こんなところで何してるんだ？こんなに腹いっぱいじゃなきゃお前を食ってるところだ。やめて。お前の母ちゃんサンドイッチ作りの天才だな。お前を見てると昔あった小さな女の子を思い出すよ。まさか、タビーじゃなくて？ああ、若い頃はスレンダーだったのによ。この絶品サンドイッチのせいだ。サンドイッチ食いすぎた。時間的には一応時間経過でなんかなりそうやね。なんだなんだなんだ。こいつなんやね。ネズミがなんか運んでんのかこれ。あ、なんか運んで食わしとんな。で、これ何や。何これ。は？正解があるっぽいな。ああ。は？何も出んくなったけど。んだ。ちょっと待って。あ。踏みつぶしちゃった。このピアノの音は、あれじゃないの。ちょっと待って。ここでも見えんな。あ、なんか日記エントリーでなんかいる。けど見えん。あれ？お母さんにしてはちょっとせーの見ましたね。話せる。仕事ばかりで遊ばないママは嫌。え？たまにはハメも外さなきゃ。自分で言ってんのか？うわぁ、何これ切ったね。私たちいつからここにいたの？ぼんやりして思い出せない。これまた、こっちの世界でもじゃあ音出てくんのかな？これまた何時に誰が何するかとかありそうやな。ああ、来た！こいつ、どうしたんやろ、こいつ。さあ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 。意外といける。ちょっと、なんか取ったぞ。これ何や？救う。なんかは救える。けど、ちょっと見えん。なんでこんな暗いんだい？酒を手に入れるにはどうしたらいい？酒。これで救ってきてなんかできるってことか。ちょい。待ってください。よし。いや、見えん。あー、ちょっと早ー。首締め、なのき。ちょっと、なんかいろいろあるな、おい。今のってまさか、トビー、え、マジ？トビーじゃないか、タビーとかじゃなかったっけ？前のお姉ちゃんの主人公の方。でも、彼死んでるし、こんなの現実じゃないよね。誰や？私たちのせいだ。これは私たちへの罰なんだ。これはちょっと、こっちもこっちでクリア。一筋縄じゃ、いかなさそうですけど。これで日記がでも増えたな。何これ。おばあちゃんはこの曲が大好き。練習してるけどおばあちゃんほどうまくは弾けない。でも時間はたっぷりあるしもっと頑張ろう。下右下バツ右。え、弾かなあかんのかな。でもなんかここもなんか踏む順番でなんかさ、なってそうなんやけどさ。ここどこやったっけ。ここ何も出てこなくなれば正解なんかな。こいつダメですよね、やっぱ。そうなるわな。なんで日記更新された？まだ音楽を諦めてないんだ。ピアノ本当に好きだね。ピアノには好かれてないみたいだけど。
どんなに練習してもおばあちゃんみたいにはなれないよ。おばあちゃん、これまた話がややこしなっとんな、おい。むずい。あ、日記でもまた更新された。失った、現実とのつながりを失ってしまいそうだ。今起きていることは本当に起こっているのか。この悪夢の中でもう3回も目を覚ました。3回なったらカウントが始まるのね。この辺のボーリング玉みたいなとか持てへんな。お母さん、パンとレタスとジャムじゃなくてなんだかしら。日記しか今持ってない。この辺持てない。これでなんかを救えんのよな。何持ってんの。コップ、コップ持ってる。救うってやってなんかが拾えるっぽいけど、拾えそうなもんなんか、ここまだあかへん。あるとしたらここよな。これ拾って水が手に入った。で、水を捨てれるぞ。え？水を捨てれる。お前にかける。うわーこれ痛い。一回かけたらそれだけでアウトやな。何時、何時かどっかで、これも違うな。ある程度時間が経ったら多分真っ暗になっちゃうのよね。だからそれまでに多分、痛い、いろいろせな、痛い、いろいろせなあかんのだと思うのですが、こう襲ってくる？来るなあ。ちら。他のところ見たいんやけどな。電気消したら。違うな。あ、もう電気消えた。こうなると、あ、おとなしになってるわ。電気はでもつかへん。3時。で、あ、猫ちゃんいる。あー、出てきた。これなんや。拾った。さあ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 。フルートを演奏。え？こいつ早っ。開けた。フルートは、いや、見えない。服。これなんかなるんじゃないの？ポーピー。ポーピー。あ、わかった。ちょっと待って。これで、さっきの、あ、ちょっと待って。今来ないで、今来ないで。あ、あ、あ、あ。今、ポーピー、ポーピーの最中。あはーん。こら。あのフルートで、あれや。コマンドを、さっきのコマンドを多分入力すれば、いけると思うんやけど、下右、下バツ右。覚えられんぞ。下右、下バツ右。バツ上、下上、左。下右、下バツ右。いや、書かな無理ちゃうか。あ、読めへん。なんで。読め。下右下バツ右、バツ上下上左だとしても、最初ちょっと取りに行けへんよな。あっちあいつが襲ってくるから、ささっ、頑張ればいけるか。うおー、はい、無理。おい、なんか方法あれか。暗くなるまでちょっとむずいやつか。日記に変化はないよな。今んとこできんのが、かくれんぼしようよとか言うてるあいつと、あとこの踏んでったらなんか鳴ってるっぽい
ぽいけど、何の意味があるのかがよくわからんねん。あ、隠れるってあるわ。さ、あさ、あっちから。さ、さ、さ、あぶね。あー、間に合ってないわ。おい、やけどなんかあそこに隠れることでちょっとなんとかなりそうな気が一瞬見えたけど、どうなんかな。むずいな、こっちもこっちで全然むずいわ。これはまたどっかのタイミングで攻略見なあかん可能性も出てくるけど、行くぞ。さあ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 、これで右側から出てきてはくれへんやな。さあ、であかんのか。隠れたとしても捕まえられんやね。じゃあそうなると時間とりあえず経過させるしかないか。真っ暗になったら一応なんか勝手に引いてくれんのよな。これも暗くしたらってわけではないのか。ってことは2時になったらみたいな感じ。パチンコ的なものはないよね。とさっきなんか暗なった時どっかに虫みたいなのってそれ踏みつぶしてたような気がせんでもないんやけどさ。あ、これ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 、ぐっちゃ、お前を救わなあかんとか。水はまあまあ一応汲むけどさ、テレビにかける、違うな。まあでもどっかで使うんやろうな。一応遊ぶってやるけど、水、違うな、どこで水使うんや。この穴ん中、違うな。さっ、日記と水しか持ってないでしょう。ここはまだ開かない。時間が経つとなんかあの木のところも動いてる感あるのよね。で、かくれんぼをするとお前が、ほれ、違うか。でもここでこいつがこれを引き出すから、で、しばらくするとこいつが出てくるんやんな。こいつを振り切りつつ来るか。あ、来るな、開けた。で、下右下バツ右、下右下バツ右、バツ上下上左、はっ、下右下バツ右、バツ上下上左。ああ、来た。あら、メロディー、メロディーなのね。ああ、私の可愛い孫娘、あの曲覚えててくれたのね。あなた音楽に関しては本当に耳が良かったわ。今日はいつもより随分目が覚めてるのね。見ての通りこの家は崩壊が進んでるわ。長年の時がやっと追いついたみたいにね。ここはとてつもなく暗くて冷たい場所。さあ、メロディー、これを受け取ってちょうだい。この古い家で移動するとききっと役に立つはずよ。移動、もしお話ししたくなったらいつでも来てちょうだいね。この人ボーリングの球としたらシーって打ってたやつやんな。何者だ。
ろうそく、ろうそくもろたけど、この明かりで、お母さん、いつからここにいたの思い出せない。この明かりを使って何するかやな。あとは何時まで、うわ、忘れた。ああもう、こうなったらやばないもん。なんかいる、喋ろう。メロディー、気のせいかな。もしかして僕のこと見えてる？見えてるよ。ちょっと待ってよ君、本当に僕のこと見えてる？はい。信じられないや、だってあの時からもう何年も。遠くから見てたってだけで。でも前とは違う。君はちゃんと目覚めたんだ、メロディー。君ならここを抜け出せるかもしれない。僕はもう無理だけど、できることなら何でもするよ。本当に出られなくなる前にここから脱出しないと。何それ。どうなった今。ミスった。持っちゃった。ええ感じに来てたのに拾ってもうたわ。おい、またフルート吹かなあかんやつか。これは下右下バツ右バツ上下上左。まだここの部屋入れてないけど、いやーでもなんかあるんやろうな。であいつ結局あれでええのか。おー、やみ合い、ささっ。いやもうちょっとでも遅れたらアウトやなこれ。おい、やっぱ待つしかないのか最初は。そうなるとでも最初の3時ぐらいまでできることがあんまなくない？これもな、なんかにつかんかな。今んとこ拾ったら殺されてるだけやもんな。かくれんぼ一応やっとく。あとは他に触れるもんが、テレビつけて電気消したりとかでもなんかありそうよな。あとはここの隠れるっていうのもちょっと気になるけど、これはだから追われた時になんかせえってことかな。倒れてるよね。死んだふりかなんかしてるっていう風に捉えたらいいんでしょうか。びっくりした。あいつも急に出てくるやん。なんか向こう行った時のやつ、あれやばいな。あとはこれをやることでどっかなんか鳴ってる？これはここやな。これで何も出んくなってるから、あれでなんか進んでる気はすんやけど、寝てるのよな。お子さん方がええってことか。もう寝ながら食ってるし、難しいこの辺も。でそろそろ停電するよ。停電したらささ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 、あいつが多分ピアノを弾くから来た。すると、あ、そっから猫ちゃん出てきてんや。で一旦変なやつをまかなあかんよな多分な。そいつそいつ、こいつだけ巻いて消えて、下右下バツ右バツ上下上左、 OK。 であれ
あれろ、あれろうそくもらえへんやん今回。なんでコップフルート日記持ってないから。マジ、うわびっくりした。ああ、日記持ってないからそんななったん。下右下バツ右バツ上下上左。いやならんぞ。あー来た、やめてー。やめてよ、電気つかない。出た、お前が出たら痛い。あ、ちょっと何が違うの？さっきのと何が違うんだい？コード間違ってるなんてことある？下右下バツ右バツ上下上左、合ってるよな。あれ、もうろうそくはもらえへんのかい？あとできることは、ろうそくが手に入ったらさっきのあれかな、ゾンビみたいに襲われてもなんとかなるっていう、そういう感じなのか。いや今絶対これさこっから向こうまでが無理よな。あ、ギリいける。でもこっからオッケー。今まだ2時で、ティー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 、いやだから何を思い出してくれたのねみたいな。あれはなんで出てきたんや、なんで今回出てきてくれへんの。お前、お前か？はははは、は違う？全然関係ない？あ、出てきた。こんにちは、今夜の気分はどう？あ、ろうそく持ってる。あ、あ？勝手にろうそくはもらえんのか？また虫がいっぱいおるな。アヒルちゃんは拾わんぞ。これを、あ、お前いるやん。言いそびれたんだけど、今伝えても、もうでも私は、メロディー、君のことが好きだよ。何それ。そしたら、いや、何でもない。そんなのありえないよな。何が？本当に出られなくなる前にこっから脱出しないと。なんかゾンビが襲ってきたタイミングでーそんなんまんの？むずむず、もう何回繰り返せば気が済むの。何度も何度も死んで楽しい。いや俺のせいじゃないのよ。終わりなんて本当にあるのかな。でも私たちにはお互いがいる。はあ。おい、一旦頑張って長いこと生き残ってみるか。それぐらいしか今ちょっとできることが思いつかんよな。あのネズミがなんか運んでんのもめっちゃ気になるんやけど。ここはタイミングさえ狙っていけばギリ間に合うってことやな、あれな。
今です。ささ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 オッケーさで、多分一回拭いておけば、あ、今回は出てくるのね。なんなん出てくる時と出てこない時の違い。また会えて嬉しいわ。ずいぶん上手に演奏できるようになったわね。でも私に会いたい時に毎回拭かなくてもいいのよ。私はいつも家の西側にいるから。夜が更けていくと私たちの実態もはっきりしてくるの。気をつけていってね。ってことやんな。だからあっちに、あ、なんかカラス。何してんのお前。なんかできそうやけど。パン、レタス、トマト、ターキー、パン、レタス、トマト。お母さん、ここにいるカラス切りなんやけど。ろうそくは何もできへんな。拭いてもしゃあないよな。毎回拭かなくてもいいのよっつってるけど。お母さん、これでしばらくして3時になったらとりあえず多分停電するから、そっからやんな。今消しても何もならんもんな。間もなく3時。停電。ガラス変化なし。お母さんは、ラリってる。こっから、はっ。ろうそくを頼りに何ができるかよ。いろんなところいるね。それって、なんて書いてるあれ。普通のろうそくじゃないよね、かな。この家はいつも凍えるほど冷え切ってる。それでもなぜかぬくもりを感じるんだ。興味深いよね。もしかしたら僕なりに手伝えることがあるかも。手伝って。そしたら、いや、なんでもない。そんなのありえないよな。おい、助けてくれや。お前は本当に見るんだろ。ゲームでもしない。結局、かくれんぼみたいなことしかできへんのかな。お前は逃げるしかないよな。で、こっから、すげえ襲ってくるのよな。走り回らんとあかんってことか、あそこは。カラスどっか行った。お母さんは相変わらず。自暴自棄なまま。ネズミはまだ運んでる。こっちは、あら、とある時間にしかあいつは吹かへんってことか。こいつを起こしとくことでなんか鳴ったりとか。まだ来たな、もう。で、こっち行ったらゾンビが、やべ、出てきても、あぶねえ。こいつがなんとか食べてくれる、食べてくれるっていうか、なんか一体、いた、一体化してくれるから食わしといたらいいんやろ、ここは。おいー、なんか意味あるやろこれ。あ、そんだけ。うわー、またこいつ来た。やだ。で、ここ一向に開かへんな。うっ、ちょっと待ってー。なんかわからんけど、ロープでやられました。あ、ちょっと待ってくれ。これはまた、妹パートは妹パートで、
ちょっと頑張ってクリア目指していかなあかんっぽいので、はあ、ちょっとまずはまあ今回ここで区切っておきまして、また続きクリア目指して頑張っていこうと思います。相当難しいやんけ。またそれではまたよろしくどうぞ。